ポケ折りといいまして、ポケットサイズの折り機になります。通常の折り機はちょっと大きいんですけど、これは本当にポケットサイズでキュッとちっちゃくしたミニチュアの折り機になります。折り方としては縦糸をかけていただいて、ジグザグジグザグというふうに順番に拾っていっていただいて、最後まで行ったら小さな串でトントンと糸を整えていただきます。短く折れるので、小さなお子さんからご高齢の方まで短時間で簡単に折っていただくことができる折り機になります。ぜひおもちゃ感覚で折っていただけたらなと思います。折ったものに関してはいろいろアレンジすることができまして、大体これぐらいの大きさのものが出来上がるので、それをそのままノートにこういうふうに貼っていただいて、ちょっとしたアレンジを楽しんでいただいたり、チャームだったり、それからピアスのパーツに通すだけで可愛いピアスができたり、ブローチもできます。バッグにつけるチャームなんかにもしていただけます。これをこうつなぎ合わせていただくと、携帯のストラップのような長いものも作っていただくことができます。お子さんにもワークショップで簡単に折れるので、ワークショップの商材としてもおすすめになります。